田中和弘は日本の D1 ドライバー。血液型は O 型。普段はエアロメーカー、M スポーツに勤務している。愛称はカズちゃん。勤務先の M スポーツが販売、製造している商品は D1 参戦選手の多くが装着し、チームメイトの熊、久保や高山賢二もこのエアロを使用している。茨城県筑波未来市に生まれる。2001年から D1 グランプリに参戦し、2003年には第2戦の美北ハイランドサーキットで初優勝。熊久保信繁、浅本正俊と共にチームオレンジを構成。各地ででも走行される熊久保とのツインドリフトを披露している。D1 グランプリには2001年度は 180SX、2002年度からはシルビアで参戦していたが、2005年の富士スピードウェイ戦からは熊と、 同様、インプレッサに変更。2006年からチームオレンジに末永直人が加入し、チームニューオレンジが結成された。2006年第一戦、アーウィンデールでは表彰台3位に上がり、同じくアーウィンデールで開催された最終戦では自身2勝目を飾った。2009年シーズンをもってチームオレンジの脱退が発表された。 2010年は D1A 参加しなかったが、2011年は、カザマオートの S15 シルビアで参戦。ありがとうございます。